そのね、ターゲットは子供に移ってきてます。子供とは何でしょう。私は子供そのものが未来だと思ってます。子供という存在そのものが未来であり、そして我々の希望なんです。でもその未来であり希望である子供たちを薬漬けにする、さっきメンデューサさんの、講演の中にもあったと思います、ね、薬教室の中に薬を、ね、入れて、いかにコントロールしていくか、ね、薬漬けにして未来のリーダーを奪うかというのが7つ の, せその精神医学の宣言の中に最後の条項に入ってました。まさに今これが起きているのがそこです。これのために発明された病名というのが発達障害と言われているものです。いわゆる ADHD 注意欠陥多動性障害とか、あるいは学習障害、こうですね、なんか学習障害というのはどうもその売れ行きが悪かったので、これ学習症にしようとかですね、なんかわけのわかんないことまた言い出しましたけど、まあ、そういうような病名をやっぱり作って、そしてそれに子どもたちを乗せていくと。そしてでも見てみてください、これね、こういうふうになっちゃう子どもたち、なんで注意欠陥多動性障害、注意欠陥、あるいはちょっと落ち着きのない子がこんな形にならなくちゃいけないんですかって、あっちゃいけないことです。でもこんなことがたくさん起きてます。皆さん船瀬俊介さんご存知ですか。よく最近ね、いろんなところで大変活躍されていらっしゃいますけど、この方、この女の子、これ船瀬さんの娘さんです。はい、埼玉医大で殺されました。まあ、彼がね、やっぱりこういった活動に対してここまでね、やっぱり心血注いでやる理由っていうのはまさにこういうところにも、まあ、あるということはぜひ知っておいていただけたらいいんじゃないかなと思いますが、まあ、いずれにしても本当に今や、ね、やっぱり我々の未来であり、そして希望である子ども、これにターゲットが絞られ、そしてそこにその未来と、希望が、ね、奪われるような状態に今なってるわけです。これ本当に今どうにかしなくてしょうがないっていう、ね、昨年 の流行語大賞じゃないけど今でしょって、本当でもね、あの言葉は僕本当に心からそう思います。ですから、本当にその医療にあらずの医療、これに騙されて、皆さんがそこに送ってしまうと。おそらく船瀬さんもまさかこういう結果になるとはあの時は思ってらっしゃらなかったと思います。しかし今彼はそのことが明確に分かっておられますし、そして、当然そういったことに反対も、ね、されていて、これと、ね、その精神医学と同じ動きをしているような、ね、ところに対するやっぱり警告を常に発せて走っておられて、本当に、ね、あの活動には私たちも敬服しておりますけども、そういった意味で、私たちの未来を、あるいは私たちの希望を奪わないでくださいと。本当に子どもたちが、ね、未来を作る、未来を創造していくっていうことが本当にできる社会、これを作っていくってことが私たち CCHR の一つの使命でもあります。ここで本当に単に薬漬けが問題なんじゃないってこと、どうか皆さん分かっていただきたいと思います。もちろん薬漬けは問題です。大きな問題です。しかし薬漬けを、なぜ人を薬漬けにしようとするのかという、この理論的な背景、あるいは歴史的な経緯、こういったものをしっかりと皆さんが知っていただくこと、これが一番大事ですし、そもそもその起源は何なのかって言ったら、精神医学っていうこの4つの漢字の中に含まれている破壊的な実践であるということ、これを皆さんにご理解していただけたら、今日はですね、本当に私としては嬉しいなと思うし、必ずや問題を解決できる日がやってくるものと確信しております。ただ私たちに残された時間はそれほど長くありません。これは脅しでも何でもないです。はっきり言います。今すでに約400万人ないしは500万人ぐらいの方々がすでに状態的に精神科に通っている、状況になっております。これがストレスチェックが、まあ、起きて、さらに毎年毎年20万人30万人がこうやって増加していくようになった場合、例えば、まあ、今の倍の人たちに当たる約800万人の人たちが精神科に通うというような事態になったら、皆さんちょっと考えていただきたいです。日本の人口は約1億2000万人と言われています。その1億2000万人のうちの800万人の人が精神科に通っていると、あるいは薬漬けになっているという状況をというのはどういう数字になるかって、約15人に1人ですよ。
15人に1人の人が精神科に通ってるっていう状況はどうでしょう。大変なことになると思いません。メンドサさんの話の中にもあった通り、本当にさまざまなわけのわかんない事件がこれほど起きてるんです。すでにあれ全て本当に精神科の薬、あの薬によって自分のそのがコントロールされて、そのコントロール下に入ってしまった、薬のねコントロール下に入ってしまった人たちが起こした事件です。彼らの良心とか善意とかそういったものは自分自身でコントロールできなくなっちゃう。それがまさに精神薬が起こしていること。それが今はまだ30人に1人くらいです。でもこれが15人に1人ってなっちゃった時の世の中って皆さん想像できますか。でも今のピッチで言ったらおそらく10年後にはそれが起きちゃいます。もちろん600万人とかいう段階でも20人に1人ですから相当危険な水準です。ですから今本当に止めないといけないんです。我々のやっぱり当初の目的、このとにかく患者の純増数を徹底してこの2年以内ぐらいに止めていく、ゼロに、そのこういう状況にしていくということがまずやらねばならないことというふうに思っております。なんとかここに向けて、この達成に向けてしっかりと皆さんと共にやっていけたらなと思っております。